マクダ駅は千葉県木更津市マリにある東日本旅客鉄道クルリ線の駅である。駅ホーム相対式ホーム2面2線を有していたが、1995年3月1日に無人駅化に備え短式ホーム1面1線化された。地上駅でホームは5両編成までに対応する。かつては交換可能であった。今でも廃止されたホームがそのまま残っている。 ホームはやや高いところにあり、駅舎までのスロープがある。ホーム上には待合所がある。クルり駅管理のボランティアグループ、幕大駅ボランティアによる簡易委託駅である。1995年5月までは直営駅で2人の駅員がいた。トイレは駅舎を入った右手のホームまでのスロープの途中にあり、男女別のトイレが新設された他に、バリアフリー対応のトイレも設置されている。 それまであった工事現場等で見かける簡易トイレは撤去され、和風な外観の比較的大きな建物となった。2007年4月24日から5月24日に GPS 形態を応用した財政確認システムの実証実験が行われた。これは運転手に GPS 機能付きの形態を持たせ、財政位置を確認するもので、他の駅に停車した時と発車した時に、 当駅でその旨の放送が流れる仕組みになっていた。現在は撤去済み。2020年度の1日平均乗車人員は139人である。JR 東日本及び千葉県東計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、マリアツ城、本丸跡、千場地駅。ありがとうございます。